いますね。キャッチャーはインコースに構えていますが、真ん中に来ています。しかしこういうカウントを取る球っていうのは逃さないですね。外人は2打席から打たれましたよね、はい、国松あのヘッドコーチがですね、あのベンチの最前列で出てきましてね、笑顔に大きな声で踏ん張りどころだ踏ん張りどころだ頑張れと声かけてますね。そうですか。5回から6回先発ピッチャーにとってはまず苦しい場面ですね。一番苦しいところですね、はい、さあしかもホーナーです。巨人戦では5本のホームラン、今日も先ほどの打席で江川からホームランを打っています。今度は大谷さん第1球、まずアウトコースへのボール球から入りました。そうですね、今のところストライクでもボールでも一番安全なところなんですよね、バッターに遠くて低いところですから、はい、ヨシンバ打たれたとしてもホームランにはなりにくいところ、はい、そうですね。さあノーアウトのランナーが1塁です。2点を追いますヤクルト。カーブ、矢田さん、この打席は1球2球とも変化球攻めてきています、はい、そうですね、やはり外で、カウントを稼いで、気を見てインサイドで勝負と、はい、そういうパターンで攻めてくると思うんですけどね、この打席に限って言えばインコースストレートでストライク取るっていうのは僕はやらないと思うんですけどね、先ほどね、一発浴びてますしね。ほら来た、今のボール掘ってるんですよこれでワンツーです。大谷さん、今のボール球というのは次の球への布石。そうですね、次外の変化球ですね。さあ変化球です。これはもう一つ伸びがない、一旦塀について前進しました。レフトは二村です。今のはヒヤッとしたでしょうね、はい、さあ今のはどうでしょうか。ちょっと解説ください、矢沢さん。多少ね、やはり外の変化球を読んでましたね、ホーナーは。そうですか、はい、先気味ですか、大谷さん。先ですね、はい、やはりその前にコースボール球行かれてるんでね、やはり狙ってるとやはり意識が残るんじゃないですかね、バッターは。そうですか、もうちょっと踏み込んでほしかったですね。それができなかったんでしょうね、はい。